梅雨入り前の晴天に恵まれました。朝早くからご参加くださいまして、そしてインスタライブ配信もご視聴くださいましてありがとうございます。本日進行役を務めさせていただきます文化企画デザイン室の都築と申します。どうぞよろしくお願いいたします。先生との出会いはですね、2012年の4月でした。あの時の感動というか本当に驚きは今も鮮明に覚えておりまして、京都で代表の元次と、そして2代目と和泉和織の店長の野田と私と4人で、もう吸い寄せられるようにまずその織物に近づいて、ふわーってまず手で触れさせていただいて、こんな織物まず見たことがない、これをまとったらどんなに素敵なんだろうなっていう、もうそうですよね、あの時の、ね、感動は本当に忘れられないです。それからですね、代表の元次はもうそういう宝物に出会ったらすぐ行動ということでですね、4月に先生の作品に出会って、8月ですね、今、先生の工房にある、京都市外の工房にあるですね、先生のご自宅兼工房にお伺いをさせていただきまして、翌年の2013年5月にはもう1回目の、初個展をさせていただきました。そして2017年に2回目の個展をさせていただいて、4年の歳月を経て今回3回目の個展催事をさせていただいております。今こうして先生の作品を一度ディスプレイさせていただいております。この4年の歳月でですね、絵巻物10枚とそして帯を1枚先生には制作いただきました。で当初はですね、去年2020年の5月に開催予定だったんですが、こういった状況でコロナ禍もありまして1年延長させていただいて、でもその間にちょっと先生ね、数が少なくなってご縁をお求めいただいたっていう状況になりまして、先生もあらどうしようかしら、また折らなきゃいけないっていうまた頑張って奮起してくださって、最後は、帯ですね、今回初めて帯を先生が収めてくださったもの、後ほど皆様にも作品解説の方でご紹介させていただきたいと思います。40年という歴史、そして今先生はこのコロナ禍で何を思ってものづくりにこう向き合っていらっしゃるのか、これからお話をお伺いしてまいりたいと思います。エビカツ先生、どうぞよろしくお願いいたします。先生、それではマイクをお持ちいただいて簡単なご挨拶からお願いいたします。エビカツでございます。今回3度目 の, 展覧会をさせていただくことになりましたけれど、この銀座元次さんというところは社長さんをはじめとしてスタッフの皆様、そして何よりもこうお客様が大変こう着物愛に満ち溢れているというか、着物愛に半端ないというそういったところですし、大変皆さん勉強熱心な方が多い方が集まる場所ですので、そういった場所でこうして展覧会を開かせていただくっていうのはもう作り手といたしましては大変光栄なことですし、そしてまた今日はこうした皆様にお会いできることを大変嬉しく思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生は当初ですね、昨年の5月に3回目ということで、1年延長させていただいて、今回させていただきました。でこの間弊社のホームページの方でもメルマガの方で対談の方をちょっとアップさせていただいたんですけども、そこでの質問とちょっと重複するんですが、この、1年半、今日に至るまでですね、そのコロナ禍の中でのものづくりっていうことをお話しいただけますか。そうですね、私たち作り手っていうのは普段の生活、私なんかは大変田舎の方に住んでおりますので、実際普通でも1回制作にかかりますと1ヶ月も2ヶ月も仕事場にこもりっきりの生活ですので、基本的な生活は全然変わりません。ただコロナということでやはり出歩くことが外出することがやはりすごく減りましたので、その分制作に関してはものすごく時間をたっぷりあって集中して制作することができましたので、それは作る方としては良かったんじゃないかなっていうふうに思います。なんか
私たちももちろん去年はこうお店を閉めさせていただいた時もあったんですね。そういった中でちょっと去年は先がどう見えないトンネルの中がちょっと真っ暗のような状態も続いたんですが、先生たちはそのご主人様のね、あのものづくりの形じゃないですか、時にこうどうやってそういう、どういう気持ちのモチベーションというか、もうあの世間ではそれこそ ね、うん、ニュースが流れてますし、はい、流れてます。もちろんあの命が一番大事というのはあれなんですけれど、うん、まあ、自粛っていう言葉とか、うん、あの不要不急っていう言葉があったり、うん、それから生活必需品以外は若い者を控えるようにとか、そういう言葉ばかりがもう何度も何度もあの聞くようになりまして、あのそういった意味ではあの、まあ、暗い数ヶ月、1年数ヶ月だったと思うんですけれど、うん、ただあのやはりこの期間を経ってあの音楽を聴きに行くとか、うん、それから美術館に絵を見に行くとか、うん、それから古くからのこうお祭りにね参加する、うん、そしてたまにはおしゃれをして、うん、美味しいお料理を食べに行くっていうことが、うん、どれほど私たちにとって、うん、まあ、大切だったかっていうことが、まあ、身に染みて分かったこの期間だったんじゃないかなっていうふうに思っております、うん、この間の対談でも先生はその不要不急でそのどなたかが先生にお話を、まあ、してくださったって、ね、心が救われたっていうね。そうですね、うん、あの先輩のご主人なんですけど、はい、あなたたちの仕事は不急じゃないかもしれないけど全然不要の仕事じゃないねって言ってくださったので、それは嬉しかったですね。ありがとうございます。あの先生が所属されている日本工芸会ですね、まあ、東京の方では東日本支部展とあの染色展両方ともにねちょっと開催ができないっていう状況になってしまいました。で2017年あの2回目の時に多摩美術大学教授の戸立和子先生がですね、こちらの和織物語浮き立つ文様の詩情、こちらをねご執筆してくださったんですが、つい先月戸立先生がいらっしゃいまして、やはりあのコロナ禍の中でこう制作にすごく集中できたので、全体の作品がとてもレベルが高かったってお話をしてくださったので、それは本当に見たいっていうふうに思ったんですが、それは叶わなかったんですけれども、それは先生がおっしゃってました。あの染色だけじゃなくて他の部門の方も、うん、はい、これだけ時間があったからこそできたんだっていう作品もあのたくさん拝見して、素晴らしい作品が染色だけじゃなくて本当にたくさんあったなと思います。そうなんですね。ちょうどあの6月9日から京都の方では今日ける、ね、今14日まで福岡では何度も開催できてた、はい、無理かなと思ってたんですけど、はい、福岡は大丈夫だったので、はい、今やってて、はい、その後に9日から14日まで京都で染色展が開催ということなので、去年は全てなくなってしまったので。そうですね。やっぱりあれですか先生、他の方の作品を見るっていうこともすごく、そう、それはもちろん、大変勉強になります。なんか自信なくすことも多いんですけれど、素晴らしい作品いっぱいありますので、あのぜひあの機会があったら他の方の作品を見ていただきたいと思います。ですね、ちょうど今ですね、6月2日から7日まであの西部工芸展福岡展があの開催中ということで、うん、はい、私たちもお世話になっている宮崎屋彩子先生があの賞を受賞されて、はい、そしてご子息の高弘さんが初入選をされて、はいはい、 その中でも内山啓太さんとか白間栄一さんが受賞されて、で弊社でもご縁をいただいております勝木美穂子さんとか西山英子さんも入選されてということで、やはりお客様にご覧いただくっていうのが、そうですね、ネットで見てるだけではやはりね、ちょっとその辺は違うと思います。ぜひね、なんかあのこれからもいくつかずっとあるんですけど、開催されればいいなというふうに思いながら選択したんですけど、ありがとうございます。今あの私もですね、あの先生のあの小見織のね絵描き物を着用させていただいてるんですが、まあ、今回で4回目の夏を迎えさせていただくんですけども、すいません。先生がこの米織という、まあ、穀物の穀に織物と米織と出会われてもう40年近くですね。そ
そうですね、それぐらいになりますかね。はい、で、今日初めてですね、先生のことを知られる方もインスタライブ配信なのでいらっしゃると思いますので、なぜ先生がこの米織という織物に出会ったのか、そもそもなぜ先生が染色の道に行かれたのかというところからなんですが、先生は金沢生まれ。金沢は生まれただけですぐ関西の方に、はい、まあ、父の仕事の関係で、そうですね、その後また富山の方に行ったりとか。で、そこから先生は女子美術大学の服飾科。服飾科で全然はい、違ったんです。でも女子美は染色とても盛んなところですので、はい、やはり校内で制作している方の学生さんも見る機会があって、うん、素敵だなというふうには思ってたんですけれど、うん、たまたま私の父の実家が本当に富山県の南砺市というところ、はいはい、福光町という小さな町なんです、田舎町なんですけれど、はい、そこ の父の実家のすぐ近所に山の裾のところに宝徳寺という、はい、浄土真宗浄土真宗、はい、お寺がありまして、すごい古いですね、そうですね、お寺ですね、はい、新羅生に向かいのっていうのを聞いますけれど、このお寺で大変ユニークなお寺でして、はい、今のご住職の先々代のご住職が、はい、柳宗悦先生、はい、民芸運動されてた柳先生と大変仲が良くて、はい、それでその関係でバーナード・リーチさんとか、うん、河合勘次郎さんとか、うん、それから浜田先生とか、はい、その先生たちととても仲良くされてたんですよ。でその関係で、村方志功さんが戦時中にそこに疎開をされてて、はい、だからお寺の中はそういった民芸の作品とか襖絵はそうですよね、はい、中田先生の襖絵とかね、版画の作品がいっぱいあるお寺だ。ホームページでもご覧いただけるんですね、宝徳寺さんのは光る徳と人徳の徳ですよね。でそこが、そういう民芸の活動をされていたので、うん、お寺でありながら紬織の工房があって、でちゃんとした立派な藍小屋もありまして、そこで藍染めと植物染料で染めた、はい、紬の工房、紬織の工房があって、はい、そこで1年半ほど、小坊主さんみたいな感じで、お御堂の上で工房生共同生活をして、もう小坊主さんのように何人くらいいらっしゃったんですか先生に。私がいた時は3人でした。代々こう工房生を受け継いでいくんですけど、はい、でそこで本当にお御堂の掃除をしながら、そういった勉強をさせていただいたのが最初の出会いです。じゃあもう一日中そのお掃除に始まって、そうですね、お経が始まり、お経もあれされて、時には鐘をついたりとかね、もう本当に工房さんみたいなその中で織りを学ばれる、はい、そうですでも先生ちょっとですね、女子美術大学の時にこうちょっと華やかじゃないですか、いきなりすごいところにまた振り幅がいきますね学生がすごく華やかなんです、ね、で、でもね、はい、そこですごく日本のその工芸っていうか、民芸を通じてたの、通じてですけれど、すごく美しい世界だなっていうのは勉強になりました。そこでなんか目覚めてもっと織物がしたくて。でも先生もともとお母様のご実家は、そこでね、もう本当に長い小さな町の呉服屋の娘だったんですけれど、でもそこで先生1年半ぐらいなんですね。1年半です。1年っていう、大体1年っていうふうなことだったんですけど、ちょっと1年半。なんかこう、精神修行みたいな遺憾もあったのかなとは思いますけど。でも先生なんか、誰でもそこに入ったら1年半あれば絶対紬織を織れるっておっしゃいますけど、絶対それは無理だと思います。いや、そんなことないです。みんな、本当ですか？最後には自分の着物、紬の着物を1本折って、卒業するので、絶対大丈夫です、きちっと。昔は
それこそ民芸っていうのは暮らしの中の工芸ですよね、はい、だから本当に農家 のお母様だとか、うん、おばあちゃんとかが一緒に織ってたものですから、うん、それは誰でも織れるものだと思います、うん、いやでもその中でなんか先生は得難い経験をされたということで、そうですね、まあ、それはいろんな経験をさせていただいて、うん、いろんなお客様もいらっしゃいますし、ね、いろんな美しいものに囲まれたのは、白洲雅子さんにお茶を出されたこと、緊張しましたけど、本当に手が震えちゃう、すごいオーラだったんです、すごいオーラですね、すごいオーラだったんです。いやいやでも本当にホームページ拝見さ高徳さんを拝見させていただくと、もうちょっとこれは今や美術館、民芸館の美術館で、そうですね、もう大変な、今ではもう絶対に、はい、今はもう工房がないんですみたいですね、うん、そうみたいですね。いやでもそういった中で先生1年半学ばれて、そこからさらにって思われた時に、さてじゃあ次はどうしようってなりますね、ここから、はい、それでまあ織物の良さに目覚めてしまいまして、うん、でそこに出会った方の、まあ、ご縁が偶然こういくつかつながって、はい、それで私はもう北村武先生のところに勉強させていただくという、はい、公務に恵まれたんです、うん、北村先生がどういう方かも全然知らないのまま、うん、とにかく京都で勉強できるっていうだけで行ったんですけど、すごいですね。北村大学で先生が北村先生のところに、竹先生のところに行かれたときには先生はまだ、1995年と2000年に重要無形文化財保持者でラスカテレンシーに取られているので、まだ取られる前ですよね。はい、ただまあ海外では数々の受賞を重ねて、はい、もう入ってすぐからいっぱい受賞されているので、はい、でもそういうことも知らずに私は行ったんですけれど、すごい、ちょっとすごいですね、はい、ちょすごくラッキーだったと思います。あ、じゃあそちらでは住み込みなんですか？いや、私は住み込みじゃなかったんですけど、通いだったんですか、毎日行って。私たちも何度か先生のところには何度かっていうか、たびたびご挨拶に行かせていただくことがあるんですけども、その当時は職人さんとかもいらっしゃる、すごい、そうですね、私今はおじさんが、はい、残ってらっしゃるんですけど、その当時は維新の職人さんが多くいらっしゃいまして、うん、そこで私と先輩がいるんですけど、はい、その二人がちょっとこう職人さんの中では異質なちょっと勉強に行くみたいな感じで、若い女性がちょっと違った感じで行ったので、かなり足で待っといたんじゃないかなっていうのも思います。まあそれでも先生のお手伝いお役に立ててなかったかもしれないんですけど、まあ、お手伝いをしながら勉強させていただきます。で主に、まあ、3年半先生に学ばれるわけなんですけど、その学ぶって言ってもやはりそこのまず手伝いというか仕事を任せられるわけで、それをもちろんやっていって仕事する中で学んでいく習得していくっていう、そうですね、もう、はい、もうまず北村先生は旗ごしらえというかその準備がすごくきちっとされているので、はい、まずそこを徹底して教えていただきましたし、はいはい、それに西陣というところは本当にプロ集団の塊なんですよね、うん、本当に細かいところまで分業ですので、うん、本当にそれぞれの職人さんがプライドを持って、うん、仕事されているので、うん、それはそれまで本当に、まあ、どちらかというとのんびりと、うん、なんか降りて綺麗な世界みたいな感じでしたんですけど、うん、まあ西陣に行って本当にたちまちその人の厳しさというか、うん、教えていただいたなと思ってます。うん、主に先生その学ばれてっていうか仕事を任されたのはどういうものなんですか？まあ、あらゆることだと思うんですけど。そうですね、はい、まあ、その通り先生も紡ぎ持ってらっしゃったり、はい、あなた紡ぎのとこから来たっていうので先生の時も、はい、島の紬や、そのものとか卵紋をちょっと折らせてもらったりもしましたし、はい、それとその頃先生が個展をされるということで植物染料をその頃先生がされてて、はい、で私がそういうふうなところから行きましたので、うん、じゃあ割と先生の作品で
がすごく増えたんですよ。そしたら先生がせっかく織の勉強を来たのに染めてばっかりやなっていうことで、はい、それで私のために一つ研究型自由に使っていいっていう型を用意してくださいまして、はい、それでまあ仕事の後とか土曜日とかお休みの時に、はいはい、自由に織らせていただく勉強する贅沢なんですすごいですね、はい、そういった中で、まあ、普通ですとその縦錦とか本社に、まあ、普通は系としてこう行かれるのかなと思いつったんですが、なぜこの米織というものになんですか。それはたまたまそういうことでいろんなものを自由にあれ織りたいとかこれ織りたいとか先生にわがまま言いまして、うん、で先生の中でもじゃあこっちにこういうものを織ってみたらっていうふうな話で、うん、研究型でいろいろ織ってたんですけれど、うん、ある日、まあ、その北村哲郎先生の日本の織物という本が、うん、小さなハンドブックなんですけれど、はい、それを見てましたら米織というのが出てました、うん、で米織って哲郎先生の文にはその滅多にも今現在もかつても見ることのできない織物だということで、それはなぜかというと主に神官装束というか公家装束に主に使われたものなので、はい、一般的に普及しているものではないっていうような説明がありまして、はい、それで北村先生にこんな織物書いてあるんですけどこれってどうなんでしょうって言ったら、まあ、先生がそしたら織ってみればいいっていうことですごい、織ってみればいい、それはそうですねまず織らないと分からないそうですそうですそれで、はい、それを織るんだったらもう絶対ジャガードを乗せた方がいいっておっしゃってくださって、はい、で私はその方は手型の、まあ、いわゆる京都で言えばつづり型っていう、まあ、手で織るんですよ、はいただそれにジャガードを乗せた方がいいって言われて、うん、それからも先生がこうヤグラっていうのを組んで、はい、本来のジャガードの方ではなかったんですけど、うん、乗せてその、まあ、アンティークの先生とかに残ってた古いジャガードを乗せてくださって、うん、それで、まあ、なんとかそのフェオリンを、うんうん、そうしましてそれで糸をいろいろ変えたりしてると本当に確かに今まで見たことのない織物で、うん、もうやっぱり綺麗だなと思ったんです自分でもね。じゃあ先生はその本の中で、まあ、カラーコピーじゃなくてそのモノクロでそのなんかが写真があったんですか、まあ、ちょっと色ついてましたけれどそれで実際何かを、はい、まあ、組織のことは大変詳しい先生ですので、はい、ちょっと書いてありましたので、はい、もうそんなの売れるって言ってましてもう先生なんでもご存知なのでそれでまあなんとか追い上げたんですけど、まあ、それから大変こんなもの見たことないっていう感じだったのでそれからちょっとこう取り込んでて、まあ、それから40年近くあるんですね。でも今回3回目を開催させていただくにあたり北村先生のところにご挨拶に上がりましたら海老風純子の米織りいやなんておっしゃってました。あとど根性やなっておっしゃってました。もう彼女は本当にど根性だっておっしゃってて、すごく私なんかすっごい嬉しかったんですけど。嬉しいです。ありがたいね。でも本当にでもちろんちょっと季節外れだったんですけれども、先生のこの装いでお伺いさせていただいて、私のエビカセ愛を北村先生に。お話をさせていただいたらやめてください先生の前ではもうやめてくださいいやいやでもやっぱり着心地の良さとかねそういうのね買ったら先生にお伝えさせていただいたんですけどもそしたら先生が根負けされて知り合い着てる人にはかなわないねとおっしゃってましたけどもそんな話も本当にありました。で今北村先生がその旗を、まあ、その時はその工房の中にですねその先生の工房の中にしてくださった。で3年半終えられてで、まあ、独立といいますか、まあ、先生も、まあ、そこを出られてっていうところなんですけれども先生はご主人様が同じまあ本当に物を作られる方で陶芸家でいらっしゃいますよね。で普通ですと、まあ、その後すぐ結婚されたんですか。
そうですね、出てすぐでしたね。そうですか。じゃあ先生、2006年で先生がしばらくしてからこう受賞をあとされますけれども、それまでの間に結構な年数が、そうですね、ありますよね。18年とか、なんかすごい年数が。そうですね、はい、でもね、実を言うと、その前に出て、そんなに経たない頃に、2回ぐらい、近畿店には出し、今日閉めてる帯もそうなんですけど、まだ未熟な、あれなんですけど、実はその日本は出品してたんですけど、その後はもうずっと、まあ、子育てもありましたし、まあ、折っては、細々と折ってましたけれど、まあ、出品するというようなこともなく、たまに夫と2人で二人展したりっていうような、そんな感じで、まあ、マイペースで自分の好きなものを、この米織りっていうものが世の中にさっきも流通してるものじゃないっていうふうに北村哲夫先生の方に書いてあったので、それが一般的な着物として流通できるものかどうかも分からずに、ただ綺麗だなと思って折ってただけでしたので、そんなに大きな活動はしてずに、マイペースにやりたいことだけを。でも本当に、まあ、お子さんも子育てもありましたし、ご主人様ね、そうやって生計を立てられるっていうことをお手伝いもされてたとは思うんですけども、この間北村先生がなんか3回くらいお引っ越しされて、その都度行ってたっておっしゃってましたけど。そうですね、一番最初に、まあもう本当に高田峰の京都の山奥の電気もないようなところだったんですけど、その次に、まあ、狭いなと思ってたら、北村先生の、まあ、紹介で、職人さん、お子さんが住んでるところの、近くに、空き家があるからって、で紹介していただいて、1回引っ越して、でその後そこがだんだん手狭になったので、今、京都府の北部の綾部市というんですけど、そこに今、なんか先生がその都度言ってたんだけどねとか言っておっしゃってました。多分旗を確認していた。あ、そうなんですか。心配になってたのかもね。やっぱりからもお弟子さんたくさんする。あ、そうですか。いや、素晴らしいですね。いや、で、今はですね、ちょうど今日ですね、ちょっとプロジェクターで写真が映写できないので、今先生のちょっとプリントアウトさせていただきました。今、綾部市とおっしゃったのがもういいですね。綾部市にね、ある先生の本当に素敵なお自宅に、なりますね。こちらになりますね。そしてですね、ごめん、紙芝居みたいになっちゃうんですよ。ごめんなさいね。すいません。こちらがちょうど、先ほどね、本当に民芸の、ね、暮らしの中に、折りがある暮らしの中に陶芸の世界があるじゃないですけども、これ、戸田先生とお伺いしたときに、もうここで、ね、ご主人さんもちょっと話を聞く感じで、途中でお仕事でサービーなくなりましたけどね、どんな感じかなって、すごい優しいご主人さんも知ってらっしゃいますよ。そしてですね、ちょっと引き続き続きますね、すみません。こうして、先ほど、西田は全部分業で旗ごしらえってありましたけど、北川先生がすごいのは、全部自分で組み立てられて、今井先生もお話ししてくださったんですが、まあ、これは成形と縦の糸を成形しているところですけど、組み立てからお座に通したりとか全部されるんですよ ね、 ね。そうですね、お座に通したりというそういうことは普通の紬の方も普通にされていることなので、そうじゃないですけど、ただ西陣では、まあ、上段も載せてますので小さいんですけれど、そういったものはなかなかなんですけど、北村先生、そうですね、ジャガードを作る、これ北村武志号と私は勝手に言ってしまってるんです。で、先生が作ってくださって、これが今は2代目が私ですね、その当時からですね、これは初代、はい、初代です。割と最近ちょっともうさすがに古くなってきたので、次のも手に入れましたけど、でこういった機械もね、だんだんもうなんていうか職人さんもいなくって、道具が手に入らないんですよ、それでまだ先生のこの旗動いてたんですけど、このジャガード屋さんがあなたねもうなくなるよって言われて、これもそんなにもう木製だから持たないよって言われて、今のうちに買っときなさいって言ってたんですか。本当になくなったらどうしようもないので、それでまあもう切って
で私たちはその何も知らないもので私が先生にこれなんかアールデコみたいに素敵ですねとか私言ったらなんかこれだから先生が一生懸命こう大工仕事をされてて、はい、こういう L 字を買ってきなさいって言うから近所 の、 あの、はい、棚物屋さんに走ったら先生これしかなかったですそうだったんですね、まあ、ガチッとしたのを先生は思ってたと思うんですけどね、でも本当にこれお手製で素晴らしいですけれどね。本当でもう今ちょっと次々ねお写真をお見せしますね。でもなんかね全ておしゃれなんですよ。やっぱり美香先生がすごくなんかねこう、うん、こちらは何の？これは普通に糸巻きですね。あ、糸巻きで、うん、でもなんか暮らしの中に本当に帯があるっていうあの感じに感じられますね。で今ですねあの先生に、うんちょっと旗織りの時にこう先生の、まあ、一番あれですかねこの震え、おさ当時震え、先ほど全体のちょっと旗の写真を見ていただきましたけども特別に持ってきていただいたんです。こうやってこれ一本一本ですよね。縦糸を通すんですか。あのね、2本に1本になります。はい、あの文字利あの米織りっていうのは基本的に社なんです。それでまあ社とかラとかロとロっていうものはみんなあの文字利織りっていうんですね、総称して。要するにあのねじるっていうことなんです。でねじり目があるのでこう一緒あのしっかり打ち込んでもそのねじり目が隙間になるのでそれであの夏の涼しい風通しのいいあの織物になるんですけど、そのねじり目を作るためにはこの筆っていうものが欠かせないんですね。それであの一般的にはもっと簡単なその社の方もいっぱいいらっしゃるんですけど、あのただこう2本に1本とかをこう一つ置きにこう糸を引っ掛けるだけでも、まあ、うまく説明できないんですけど、そういったものを使う場合が多いんですけど、私の場合はかなりちょっと複雑になってまして、ホングレーっていうものなんですね。なかなかこれを作る職人さんもあの減ってしまって、今結構これ消耗品なんですけど結構高いんですけれど、このこう輪っかになって下にそのクロスしてこうまたあの輪っかの間にこう入るようになってて、それが2組あるんですね。その2組の交点が上下あるんですけれど、その2組にさらにこのブルーの糸がこう渡ってるんですね。あの説明してもとても難しいと思うんですけど、そのブルーの糸にこう糸をこう引っ掛けてねじる方の糸を通したっていう。でこれの縦横と折るときにこのバランスを取るのが非常に難しいっていうか、あのうまく開口がしやすいんですね。まあ、こういったものを使うと、はい、糸のあの縦糸にも当たりも柔らかいっていうのもありますし、うん、開口もしやすいっていうのを本部で使ってるんですけれど、うん、ただいかんせんこのバランスを取るのはこうただ単純にこう開口が開かないからちょっと上を短くしようとか、うん、そういうことじゃなくて上を上げると今度下をこうっていうその3つ単純になってるので、はいはい、そのバランスをこう取る、なかなか口で説明しても実際見ても分かりづらいと思うんですけど、それが大変難しいんですけど、うん、だこういうものを使っています。ありがとうございます。そして今ですねあの後ほどちょっとあのこれから作品解説させていただくんですけども、先生の、この旗の、まあ、旗の先にあるところにこうやってちきりっていうんですか、先生こちら二重になってますね。先生これはちきりではないんですけど、この上に、はい、この上にもう一つ、はい、ここですね、はい、うん、お見せした方がありますか、ね、これです、はい、はい、これ二重立てになってるんですけど、はい、まあ、あの私博多でもちょっとあの練習者研修で行かせてもらって、あそこもそういうことがされてるんですけれど、はい、あの縦糸のテンションがあの太い糸と細い糸を使って縞のところに違う糸を入れてますので、はい、それであの2つ縦を使ってるんですけど、後ほどあのどこを注意して見ていただきたいかという時に
あの縦糸でこう光ってるところですよね。それがこう別にこう縦が立ててあるっていう一緒に縫ってしまうと、どうしてもしまにしてるのがネリ糸っていうものを使ってるんですけれど、そことバランスが全然違ってきまして、ネリ糸の方がこう緩んでくるんです。だからこうそれぞれ重りをつけて均等に力加減が一緒に張り具合が一緒になるように。そうですね。今ちょうど分かりやすいもので言いますと、そのネリ糸と先生のね、こちらのこちら生糸ですね、セリシンを取ってない生糸の、触るとこんなにもうちょっと ね、 ちょっと見たところ赤い太みにも見える人もいると思うんですけど、はい、まあ、表面にセリシンがついているので、はい、まあ、絹糸のようなツヤとか柔らかさはないんですけれど、はい、その分夏物には、そうです、ね、爽やかな感覚が体にへばりつかないというか、出ますね、それで涼しいので、はい、立てを使うんですけど、はい、そしてこちらですね、こちらその縞、はい、のところにもその練り糸、要するにツヤがあるので、そのコントラストが美しいと思って私はその縞を入れるんですけれど、うん、それと横糸に米っていうのは結局浮き模様のところなんですね。で、浮いているとそこのところがその木立てとのバランスで、うん、コントラストがはっきりして、あ、なるほど、マットな感覚のものと全体とのちょっと光沢がある感じで、はい、紋様のところがツヤが出てて、うん、そのコントラストがその米織りの一番の魅力だと思うので、うん、横糸はそうやって練った糸を、精錬した糸を使ってるので、非常に分かりやすくありがとうございます。そしてですね、なんかやっぱり先生の作品を拝見してると、この草木染めっていうのをね、あまりに美しくて逆に忘れてしまうんですが、今日特別に先生にここに糸を染めた糸をお持ちいただいたんですが、例えばこちらですね、これ全部赤根なんですよね。あ、こっち違うんですか。あ、ここで、あ、これです。これは合ってるか。そうですね。はい、すいません。はい。そうですね。あれ赤根。これだともうすぐ分かりますか。そうですね。赤根なんです。こっちは赤根染めというか、はい、赤根色っていう色であります。はい、これは媒染剤っていうのは皆さん本当にご存知だと思うんですけど、色を定着させるっていう、まあ、意味合いもありますし、それから発色させるっていう意味合いもあるの で、 でアルミ媒染にすると、まあ、こういった赤、これとこれがそうですね、薄いの濃淡で濃く染めるとこれぐらいの色になりますし、はい、薄くすると可愛らしい、ね、ピンクになるんですけれど、はい、で一般的にはそのアルミであるはい、アクを使ったり、あとアルミで分かりやすいのは溶岩とかを使うと、まあ、華やかな色になりますので、はい、これはだからそういうものですし、はい、でこちらの方はちょっとこう小豆色なんですけれど、うん、はい、これは銅媒染なんです。銅媒染、はい、金属の銅、はい、銅媒染で、これは鉄媒染なんですね。あ、鉄、はい、どんどん鉄媒染になるとちょっと黒みに近くなってくるので、うん、まあ、そうやって媒染剤の差でこれだけやはり積み上げられるっていう。なるほど。そしてですね、こちらは先生、これは何ですか。これはね、ザクロで、かなりちょっと鉄を濃くしたので、もう黒に近いんですけど、はい、まあ、茶色がそうなるんですけれど、はい、これはさっき言った練ったものと練ってないもの、はい、これね、全く同じ染液につけて、全く同じ分量の媒染剤数に、はい、同時につけて染めたんです、はい、ただやっぱり素材によってこれだけ色が違う、染まりつきが、うん、違うっていう、まあ、分かりやすいかなと思ってたんですけど、まあ、練ってるので光沢があるから、ね、光ってるからすぐ見えるのもあるんですけど、はい、そうじゃなくてこのセリシンについてるのは本当に色がふっと入るので濃くなるんですよ。これだけ同時に染めてもこれだけ違う。そしてですね、もう本当にこれは全部ですね、先生、バラですね、こちらは。今日先生がお召しになっていらっしゃるお羽織もバラですか。そうですね、これもバラですね。それご主人様からプレゼントされた100万本のバラですよね。でも、そうですよね。あなたはこれってドライフラワーにするのも本当なので、どうせなら染めればね、あ、もちろんなって思って、行かれる前に染めたんですけど。あ、そうなんですか。でも気を
記憶を形にって今回のタイトルですが、先生の記憶を形に残されたっていう。いや、でもバラから紅葉色って、こっちの先生のお庭に咲いている、そうです、うちの玄関出てすぐのところに、これ全部同じバラなんですけれど、はい、あのこれはそれぞれ焙煎剤の差と素材の差っていうんですけど、はい、バラでもやっぱりシーズンによって全然違ってくるんですね。やっぱりあの緑がすごく濃くなった時、実がすごくついてると、それからあの部位によっても葉っぱが多い時と茎の多い時と、それから同じ5月にとっても、はい、その去年の5月のバラと今年のバラは違うっていうことで、はい、やっぱ同じバラ使ってるんですけども、本当にちょっと赤みのあるグレーが、私グレーを取る染めるとき割とこのバラ使うんですけど、本当にその時によってちょっとこう紫がかったグレー、グレーだったり青みがかったグレーっていうのも、本当にあの素材、同じ素材を使ってもそれだけ変わってくって、まあ、難しいんですけれど、まあ、その分面白いっていうか、今年のバラはこうだったねっていう感じの、そういう楽しみがあります。でもあの戸建先生が先生の、まあ、今日お羽織もそうですし、あちらに後ほどニューヨークサブウェイのあの威吹物もそうなんですが、この薄物で清涼感あふれる、その気品あふれる先生のその綺麗なお色味ですよね。プラスこの濃いお色をあの先生が作られることっていうのは、すごく海老長純子さんしかできないっていうか、そういうことをおっしゃってくださってました。最近もそういうのもするんですけど、まあ、皆さんね、たくさんされていらっしゃるのでね、それはあの感じだと思いますけど、でも弊社ではあの男の着物の専門店をね、本当に2002年に立ち上げて、来年を20周年を迎えさせていただくんですけれども、そういった中で前回に、ね、先生のお着物をお召しになって、そして北村先生の格好帯を締めてくださってね、いらっしゃいましたね、かっこいい。この仕事が素晴らしかったですね。でもなんかそうすると先生も、あ、え、ちょっと驚かれましたでしょ、男性が。そうですよね、あの、なんていうか、結構あの派手なあのカスリングが入ってたので、はいはい、そういう使い方もあるんだなっていう、非常にあの勉強になりました。あの先生、2006年から、まあ、あの工芸会の方に出品をされてですね、そこから、去年までですね、受賞がすごく続いてるんですね。で、私もちょっとこればっかりは覚えられないので、ちょっと読み上げさせていただきますね。まず2006年に夜の調べで京都府教育委員会教育長賞受賞されてます。そして近畿展で先生が日本工芸会支部長賞をご受賞されています。そして2010年に玉かずらで、こちらの方が東京都教育委員会賞を受賞されていて、2011年、湖畔に風吹くで日本工芸会賞を受賞されておられます。2011年に美術館のカフェテリアということで日本工芸会会長賞を受賞されていて、弊社が2013年と17年に、まあ、1回目と2回目させていただいて、その間にですね、2015年に弊社で、まあ、あの35周年記念プラスあのプラチナボーイでのものづくりということで、プラチナボーイが10周年を迎えさせていただいて、その中で先生プラチナボーイで2枚作品を、ね、あの作っていただいております。そして去年先生が、染色店でティータイムの甘い香りというので三越伊勢丹賞を受賞されておられる目覚ましい心の声って、でもその都度その都度本当にいつもいつも懸命に、ありがたいことだなと思っているんですけど、で今ちょっとこう述べさせていただいたんですが、作品タイトルがとても印象深いんですけど、なんか変だって言われ方も気がするんですけど、いや、ただまああの自分の思い通りのイメージで、最初にそのテーマを決めて織る時もたまにあるんですけれど、まあ織りながらだんだんイメージがこう湧いてくるっていうことが多くて、最初に思ってたこととどんどん違ってくる時もあるんです。それとまた出来上がってからあのあそこから受ける印象っていうのもありますし、
一度その美術館のカフェテリアっていうのは、はい、美術館のイメージのなんかアート作品のイメージで、そういうところの美術館に行ってもね、負けないよ、負けますけれど、そういうところでも、はい、っていう思いで作ってたんですけど、彫ってるとなんかミントチョコレートみたいだなと思い出して、はい、まあ、美術館でありながらこうカフェテリアってつけたのは結局なんかだんだん美味しそうだなっていうなんか感じがしてきて、はいはい、でつけて皆さんにおかしいって言われたんですけど、何かもうすごいし、でもやっぱりお客様が作品名を聞いて、でそれにちょっとやっぱり思いを心情を重ねて見れるっていうのはすごく大切だと思います。なんか作品の中にこう市場っていうか、はい、それからなんかこう昔の思い出とか記憶とか、うん、なんかそういうものをふと感じるので、うん、なんか割とそういうものをイメージして作ることが多いかなと思います。ありがとうございます。それではちょっと時間にもなってまいりましたので、先生こちらからですね、ちょっと作品の方をご紹介させていただきたいと思います。何で持ったままで書いてほしいですか。すみません、はい、まず、こちらですね、先生こちらの帯、ちょっと近づいていただく、はい、はい、ここからいいか、すみません、はい、でこちらの帯なんですが、こちらは先生初めての帯になりますよね。そうですね、帯出すのは初めてです、はい、初めてです、はい、これ天産、横が全部天産なんです。はい、それで天産の色をやはり生かすために、さっき横糸は練り糸を使うって言ってたんですけど、これ天産の糸なんですけれど、練ってしまうとこうやはり色がせっかくのこの美しい色がなくなってしまうので、軽く湯通しをしただけでそのままの色を使いたくて、それで縦糸はもう白にして、その天産の色を壊さないようにちょっとやってみました。キラッと先生光るところがありますね、この縦の。そうですね、はい、天産、どの部分ですか、ここ、はい、こちらとかね、この、はいはい、こちらの方、はい、ね、天産の糸っていうのはすごくこう、はい、きらめきがあるんですよ、はい、絹糸ってそれこそ艶がありますけれど、それはこうつるっとしたツヤ感なんですけど、この天産の糸っていうのはキラキラして光ってるんですね。で、どうかしたら角度に行ってなんかこうラメみたいなの入ってるのって言われるぐらい、キラキラ光って、糸の性質いろいろ教えていただいたんですけど、これ安曇野の、ご夫婦で天産に見せられたご夫婦が、作ってらっしゃる糸で、撮らせていただいたんですけど、非常にでも美しいですね。もう私いつも織下式って先生の織物には言わせていただくんですけども、なんかいろんな方の思いがこの中に詰まってますね。そうですね、やはり命をいただいてますので、無駄にしないように、絹のダイヤって言われてますよね。そうです、絹のダイヤです。弊社でもね、本当に天産のね、お着物を必ず3年に1回には作らせていただいてるんですけどね、ありがとうございます。そしてこちらですね、その場で大丈夫です、はい、こちらのお着物になりますけど、はい、こちらが先生、ニューヨークサブウェイ入選作ですね、こちらね。あ、入選作じゃないです。あ、じゃあないんですか。違う、近畿店でしたんですけど、近畿店で出品されたものですね、はい、はい、ニューヨーク行った時に、はい、まあ、よくわかんないので、英語わかんないので、こう地図を、地下鉄の路線図を見ながらこうあちこち行ったんですけど、結構その路線図すごいんですよ。それで縦にこうだっと並んでて、それでまたカクッとこう横に、縦と横にニューヨークはなってって、はい、なってるんですね。で上にセントラルパークがあるので、こうカクッとそこのところで曲がるんですね。で見ててちょっと面白いなと思って、それをちょっと図案化したらどうなるかなと思って、ちょっと遊び心でちょっと作ってみました。これは先生、小石のね、お着物になりますけども、また長襦袢をね、お召しになっていただいて、着ていただくとね、雰囲気が変わると思いますね。ちょうど先生は今、それはお羽織でですね、
そうですね、はい、そんなにあの下着ていただくと透け感がねあまり恋情感じられない感じですね、はい、でも先生のその思い出が詰まった、いや思い出ってなんでも面白いなと思ったら、この今ちょうどですね、まあ色に例えば水色と黄色と少しこの、白、まあ、白と言っても少しあれですからね、うん、白い茜が入ってますね、はい、この色がすごい現代的ですね、色があの路線図かな、色はいろんな色で、はい、色分けしてるのでね、はい、まあ、あのあんまりきつい色もあれだと思うので、ちょっとトーンを抑えた感じで、うん、本当に遊び心で、いやそれと、まあこれでね、普通は横糸を一気にこう、あのなんていうか変えるってことなかったんですけど、はい、この時にそれをやりたかったので、はい、ここで止めてるわけですね。で要するにその、はい、まあ、なんていうか、つづれっぽいっていうか、はい、途中で糸をこう止めて、でそこからまた別の糸をっていう、そういうことをね、こう薄物だとあまりしたくないんですよ、はい、こういう薄いもので。裏が丸見えになってしまうので、うん、他のものだったら裏で本当にこういう始末っていうのができるんですけど、もう逃げも隠れもできない裏が見えるっていうので、こういうことをするのがあのなかなか難しいと思ったんですけれど、うん、ちょっとやってみたら意外とできるなっていうことになりまして、はい、そこからあのそれこそステイホームじゃないですけれど、去年とか割とそのそこからちょっと救いっていう技法が、はい、取り入れてみようかなと思ったら、うん、きっかけ の, あのあ、そうなんですね、はい、今回ね、あの先生があのすぼかしのかげろうというものと、はい、あとキリスボという、ね、絵馬がまたそこにも救いがね、はい、入ってましたけれどもね、それのすごく手間がかかるんですけど、うん、特にあの薄物ですので、うん、その始末とその境目、やっぱり縦糸が細いもんですから、その横でキュッと押さえるとこうガタガタなってしまうので、うん、そこをいかにあの綺麗にあの、うん、この細さの糸で試せるっていうのはなかなかちょっとハードル高いかなと思ったんですけど、あのやってみたらできるなっていうことで、それで、うん、去年は割とそういうのをちょっと取り組んでみて、うん、また一歩新たな扉が開いた感じですね。そして私も本当大好きなんですが、こちら光のパイプオルガン、こちらもあの出品作品を先生出してくださいましたね。こちらは日本工芸士の近畿店で出品されたものですね。で、まあ、光のパイプオルガンって何って思うんですけれど、よくあの太陽が雲間から出てパッと光があの出るのはあの天守のはしごとかよくあの私は言ってるんですけれど、あの光が割とこうキラキラあの作品が出てますし、はい、あのこう島の感じとかそのかすりも入ってるところが何かそういう光がこう降りてくるような感じ、うん、イメージがしたんですけど、なんかあの天使のはしごとか天使の階段とか、なんか天使ってなんか恥ずかしいなと思ったのでね、なんか言葉とかの、はい、そうしますとあの宮沢賢治の中でそれをあの光のパイプオルガンっていう風な表現をしている詩があるんですよ。で、そこからあの光のパイプオルガンっていうタイトルにしてみました。そしてこちらの方もぼかしであのかすりが入ってますよね、こちら先生ね。少しちょっとそういう、こう、うん、あのなんていうか、かすりでいく、なんか光ってる感じも出るかなっていう。そしてこうやって米粒状に浮き上がってのが米織りの部分の、そうですね、これは割と米織りが傷んでてるので、はい、たくさん、そうですね、うん、大きいものと小さいものと、うん、すごくリズムが生まれますね。そうですね、うん、薄物ならではのこそのやっぱり米織りの表情ですね、うん、これはヒイラギなんていうと、またあのお庭にある、はい、私がよく使う、そうです、はい、少しこう緑がかっているところが綺麗だなと思ってよく使うんですけれど、素敵です。そしてこちらですね、こちらになります。こちらまた涼やかなお色味になりますけれども、こう切り替えたものっていうのもちょっとやってみたかったので、はい、ちょっとこうストライプが面白いかな。縦のラインが強調されて
ですね、まあ、白い潔いくらいな白い部分と、うん、大体透明紙になるとこれ面白いんじゃないかな。そうですね、この色の配色っていうのは先生こうご自身の中で、ね、植物染料って本当に難しくって、染めた後の色とそれから成形した時と、で横糸が入るとまた織り色って言いまして、これが混ざるわけですよね、うんうん、でトーンがまた全然変わってきますので難しいんですけど、まあそれでもこう糸を縦を成形する前にはあちこち持ってきて、まあ、まあ、しっかりしながらこれとこれが合うかなとか、その糸と相談しながら、糸と相談しながら、今本当にあの先生駆け足でこのようにあの紹介させていただいて、まだまだちょっとご紹介しきれないものもあるんですけれども、今こう4年の歳月で、まあ、常に1回目と2回目と3回目今回で違ったエヴァの表情というか織景色を常に本当に織っていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。いつも先生緊張ですよね、緊張の連続というか。そうですよね、うん、もう次どうしようっていうのと、まあ、とにかく織りって糸の計算の、うん、もう始まるまでが大変なんですよ、うん、で特にこの小よりっていうのは4本が1組になってるものですので、はい、その見た感じのバランスが取れてても、うん、それが計算通り合わないといけないので、うん、まあ言ってみれば辻褄合わせもしなくちゃいけなくて、うん、かといってそれあのイメージと違ってたものでは困りますので、うん、そこのところでもすごく、まあ、緊張しますね。もうその、うん、デザインができるまでの方が、うん、決まってしまったらあとは、まあ、手を動かすだけなんですけど、もうあとは最後はもう何とかして折り上げるっていう、 そうですね、そこのゴールに向けてっていう、ひたすらね走るっていう、お時間になりましたので、先生本当に、今回はですねこれだけの作品を作っていただいてありがとうございました。そして、まあ、先生に着物に合わせて、あちらの方には北間武先生のね名の帯を今回展示もさせていただいておりますので、合わせてご覧いただければと思います。で今ちょうどですね昨今本当に一重をから着る時期が早くなりまして、私ももう4月の半ばぐらいからもう一重を着て、10月の半ば多分15日ぐらいまでまた一重を着る時期になりますと、まあ大半6ヶ月は合わせで、また6ヶ月は一重と、まあ、聖火の着物というふうになりますので、今回ですね、この海老風純子先生の米織りはもう次の私はすごいここのなんていうんですか、限られた季節で楽しむ織物だと思っている。まあ、なんかこれから、まあ、どんどん温暖化になっていく中で、まさに今これからの着物だなって本当に思っておりますので、先生これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは最後にですね、代表の元司からご挨拶させていただきます。どうもありがとうございました。皆さん朝早くから本当にどうもありがとうございます。また LINE をご覧の皆さん本当に朝早くから本当にどうもありがとうございます。今日ねこういった形でですね、先生のお着物をですね身にまとっていらっしゃるお客様もいらっしゃいますよね。どうですか先生ご覧になられて。受賞作品だったので嬉しいです、はい、嬉しいですね、はい、やっぱりそういった形で出会えるってことは非常に ね嬉しいことですよね、はい。本当はですね私もですね夏にはねいつもちょっとたまにはね宮古城とか越後ちょっと勝負服の時に来てるんですが、どうしてもですね海老風さんのこの米織りをね着たいと言ったらですね、うちのスタッフが社長辞めなさいと、似合わないからと言う感じです。似合わないって言われると余計欲しくなるのがそうなんですよね。この雅な世界をねもう身にまとってみたいなっていうのが
本当に男の人でもやっぱりこれをちょっと目にまとってもあの見たいという人たちはたくさんいると思うんですよね、うん、何人かやっぱり男の方でも、ねはい、ご縁いただいた人いらっしゃいますよ ね、 そ、 すねその姿を見た時に、はい、私もの仲間に入りたいなっていうのが本当の気持ちだったんだけど、やっぱりあのそれぐらいですね、あのまた越後とか宮古とは違うまた、うん、あのそうですね、通訳なね宮部な世界のその絹のね、うん、あのそういったものもですね、ぜひ一人でも多くの方に見ていただければなと思います。またあのこれをですね、このお着物っていうのは一回身にまとってもらった方がもっと良さがあの伝わると思いますので、もしお時間ありましたらぜひ身にまとっていただいて、あの 楽しんでいただければなと思ってますので、またあの LINE のご覧 の皆様もですね、あこれ手元に一回見てみたいなと、ご覧になりたいなと思うお客様がいらしたら、あの電話いただければまたお送りしますので、ぜひまたそういった形でですね、このエビカセ純子さんのあのお名義ね、ぜひご覧になっていただければと思ってます。あのお時間の許すありましたら、ぜひゆっくりとご覧になっていただければなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。なくなる着物というので。